バカない新聞は何よりあんなところやってるってことは何なんだ。ペン<ー>の力じゃないあんたがでやってると僕はこう日本人的な感覚で言って。子羊が本当はねこの子羊のようにおとなしくしていたいですが。<ー>こんばんは宮川造です、えー。今日はですねもういろいろあのお話し,したいことあるんですがまあ、昨日東京都議会議員選挙が行われましたんでまあ、あのー、昨日のこれ月曜日に撮っておりますが。 昨日の今日ですので、このことを取り上げないわけにいかないので、まあ、あのこれは一応、全国の方がご覧になっておりますので、あんまりその細かいことを、東京の細かいことを言っても仕方ないんですが、やはりあの東京都議選っていうのは、次の衆議院選挙の前哨戦だと、でまして今年の場合はですね、 えー、この秋までに衆議院選挙はあの100%行われるわけですから、えー、より前哨戦の意味合いがあるということで、えーまあ、かなり注目されたんですね、で結論的に言いますとです、ね、私は今回の都議選というのは勝者なき選挙だったと思います、でえー、一つですね、前回、あのー、選挙予想というのがありまして、選挙予想とはかなり外れてしまったと。 でえー、選挙予想とは何かというと、前回、大勝した都民ファーストが、えー、場合によっては一桁にまで落ちるんではないかとさえ言われてたんですね、えー、それがもう大幅に外れたと、それと、お公明があの今までパーフェクトで、えー、立候補者全員当選だったのが、今回はあそうでなくなるんではないかという予想もあったんですが、これも結果的には、えー、全員当選と。 いうことになりましたで、えー、ざっと見るとです、ね、今回、議席を伸ばしたのは、自民党が25から33、でこれもお、このところだけ見ると、勝ってるわけですけれども、これも事前予想でですね、まあ、40とか、50とか、 40代後半とかいろんなことを言われてましたからこれで見ると負けたと都民ファーストは46から31ですからこれは大敗のはずなんですが先ほど言いましたように、えー、事前の予想があまりにもきつかったんでこれは前戦というふうに評価されるとで、えー、共産はたった1議席しか増えてないんですねで、えー、立憲は7から15ということですが立憲も 東京で見る限りは共産党により負けてるわけですですから、えー、その意味ではですね、えー、どれもこれも勝者なき選挙というふうに言えると思いますでえー、都民ファーストに関しては46から31ですから前回が明らかに勝ちすぎてたんです例えば、えー、台東区などというところはこれは上の浅草を抱える区ですねこれは最も 東京の中でも保守的な区ですがこれは定数2でなんと前回は2議席ともトミーファーストだったんですねですから今回は自民党の公認候補と都民ファーストの現職の1人が入ったというようなことですから都民ファーストはまあ,あのこれは前線したと言えると思います。でこれが次の衆議院選挙にどう なるかこれは東京だけじゃなくてです、ねえー、一つのお都市部を抱える全国へのお一つの指標とするとです、ねえー、前回の選挙では都民ファーストは希望の党という格好で、えー、衆議院戦ったわけですが、今回は、えー、それがないということで言うと、都民ファースト的なあ部分、つまり、えー、都民ファーストというのは基本的には小池さんがやった党ですし、えー、それから希望の党の時も、 憲法問題その他で、えー、踏み絵を踏ませたということがその人気が落ちた理由の一つでもありますから、えー、これは大きく分ければ保守党なんですねで少なくとも非左翼の党ですで、えー、それが衆議院では出ないわけですから結局う非自民 しかし、非左翼の受け皿がどこに行くかということで言えば、まあ、今のところ、維新ぐらいしかないんですね。でただ、維新もいろんなこれを保守政党と言えるかどうかとかいう問題はありますが、まああの、非左翼という意味では、そこら辺に行く可能性があるということですね。で、えー、あとですね、自民党の場合、その候補者の質とかですね、いろんな問題もあったんですね。 これはここまでいくと東京ローカルの話になってしまいますが例えば千代田区などはねこれはどう転んでも自民が負けるはずがないところで負けてしまったのはやはり前回の大敗の原因を作った内田さんという人がいるわけですねこの人の娘婿が出てしまったというようなことも一つ、引っかかったことだと思いますですからその言われているほど自民大敗と言えるかどうかということはあります。 ですから私はこの都民ファーストが前線とは言っても減った分を、まあ、伸びた議席は伸びた自民と立憲が分け合ったとで立憲も共産より下なわけですから参議席も下なわけですからこれは全国的に見ると。 とととてもとてももいう感じですねただ、あのー、武蔵野市とか三鷹市とか、えー、これ菅直人さんの地盤だったようなところこれはもともと左翼リベラル勢力が割合と強いところですがここら辺がちょっと先祖返りをして立憲が入っているというようなこととかです、ね、個別に見るといろんな問題はありますが基本的にはあのー、自民がもっと伸びるはずのところが伸びなかったと。 いうことで言えば、まあ、あの数では伸びてもこれは自民としては決していい結果ではないということだけは間違いないと思います。でただ、えー、都民ファースト的な部分があどこに流れるかこれ多分立憲にはあそうは流れないと思います。ですから維新、えー、的な勢力かあるいは保守、えー、の新しい勢力が出る。 あの芽生える可能性というのは十分にあると思います。で、えー、一番ですね指針になるのはやっぱり参議院の比例区なんですね。これは候補者のもちろん玉ということもありますけれども、やはりその時の政治状況を一番如実に表すという意味ではですね。 あの小選挙区になると、やはり候補者の数も限定されてきますし、さまざまな問題が生じてくる可能性があるんですね。ですから、その意味では、今回のあれで、自民がえかなり脳を突きつけられたことだけは間違いありませんが、しかし、形の上では伸びたということで言うと、これは本当、勝者なき選挙だったとしか言いようがありません。 でえー、いずれにしても、おもう少しこれをお時間かけて分析をしなければいけないわけですけれども、お次の衆議院選挙、おどう転んでもお、これはもう10月までにはあるわけですね、一説によると11月という説もありますけれども、しかし、これはあ任期満了ということでいうと、ですねこれをやたらに延ばしてしまうと、またなんだかんだと言われてしまうということもあって、えー、まあ、 パラリンピックが終わって10月ぐらいまでの間に、まあ、自民党総裁選のを前にやるか後にやるかとかいろんなテクニカルな問題はありますけれどもおいずれにしてもお年内あの総選挙があるということだけは間違いないということでございますで、えー、自民党が伸び悩んだ原因というのはこれはもう明らかに、えー、チャイナウイルスと そしてオリンピックなんですねでオリンピックというのも結局、チャイナウイルスというのがなければこれは普通に行われていたわけですから全部原因はチャイイナウイルスなんですねで、えー、これがです、ね、今、えー、やっぱり中国が意図的にやったのではないかということをアメリカあたりがそのいわゆるネット情報じゃなくてです、ねえー、かなり本格的にそういうふうなこともお、あのー、動き出しています。 でこれがもし本当に武漢発、それも人為的に武漢発ということがもしなったとすればです、ね、これはもう反中国ということになると、で、えー、反中国の気分が盛り上がってくると、本来なら自民党がもっと伸びるべきですが、繰り返しますが、自民党の中にもう、立憲やなんかも真っ青な親中派がいるわけですね、親中派というか、中国従属派がいる。で えー、今回もですね、えー、都議選で二回三難度が一応自民党幹事長としてこれ首都東京の選挙ですから何か一応喋ってましたけれどもあの人が出る限りは表に出る限りは私はもう自民党の明日はないと思います。で、えー、この結果をですねこれはもう自民党はあこれ大敗とは言えないかもしれないけど少なくともノート かなりの部分言われたことは間違いないんでこれは危機感を持って少なくとも総選挙を果たして二回でんで乗り切れるかどうかそれはこれから問われてくると思いますで、えー、新党国盛の立場で言うとですねこれはまさしくこれはまあ東京だけそれもあの特殊な首都東京の選挙ですからこれを日本全体に普遍はできませんけれども しかし、我々の言っているもちろん非左翼しかし今の自民の、まあ、もちろん経済政策もありますけれども本質的にあの中国非難決議を自民党がノーというような体質だのは絶対に許さないんだと言っている我々の主張というのがこれからどれだけ浸透してくるか今回の都議選の結果で見る限り新党国盛りの 芽生える要素は十分にあるというふうに分析しております、まあ、つまり自民党にはだめだけれどもしかし立憲だ共産という左翼勢力にはだめだとだから結果的に都民ファーストがまあ善戦してしまったということですねでこの都民ファーストは的なものは総選挙には出ないんですよそううすると今言ったように 非自民だけれども左翼でないといとう人たち、この受け皿をどこが持つかもちろん維新が一つの,その役割を果たすでしょうけれどもしかし維新ではダメだという当然そうもあるわけですね。それをそうした層を新党国盛がどれだけ組み上げられるか。 そしてこれは当理当略だけじゃなくて、えー、日本のためにに絶対に必要だだととといいうことだと思います、えー、国政レベルになるとこれは中国に対してどういう姿勢を示すかということでいえば本来ならもっと反中国の姿勢を出さなければいけない自民党がこの有りですから結局、反中国のそれで維新も反中,中国ということに関してはそれは口ではいろんなことを言ってますけれども。 なかなかそうではない部分もあるわけですね。だとするとはっきり中国にノーと言える政党というのが国政レベルでは絶対必要だということでいうと国盛りの出番ここにありということを改めて思った今回の東京都議選でございました。頑張りましょう